今からオープンします。八甲田の頂上なんですけどね、めっちゃ気持ちいいっすよ。オープンするときはまずここロック、フロント2つ外します。そしてあとはスイッチ入れるだけです。ハードトップなんでね、雪も雨も心配ないですね。うるさくないし。めっちゃ気持ちいいっすよ、この青空、開放感ね、えすんごいでしょ。寒いので、ジャケットは着てください。あと帽子必須です。今の時期はもう手袋いらないですけど、冬はもっと寒い時期は手袋もいりますね。お、ちょっとずれてる。じゃあ八甲田これから下っていきます。また何かの時にね、この開放感伝えれば嬉しいです。じゃあ閉めます。はい、八甲田ドライビング終わりました。これから洗車の予定です。閉めるのも簡単です。本当にね、ここ押すだけなんで、押すだけで勝手にガーってしまってくれる、ね、もちろんトランクスペースもたくさんあります。荷物たくさん詰めちゃいます。一応これで終わりです。めっちゃ簡単でしょね。うん、カフェのいいところはここでもあるんですよ。要はオープンにするのが簡単、手間いらず、うんね、いつでもどこでもオープンにできて、ちょっとしたね、ちょっと晴れ間あるだけでオープンできちゃって、ね、で普段は普通の車として使えちゃう。ここはやっぱりね、他で今作られてる車でこんなね簡単で、でハードトップの天井を持っててっていうのはないと思うんで、そこが、この車を選んだ一つ、理由の一つでもあります。うん、オープンもっとみんな楽しんでもらえれば嬉しいですね。